リオネルメッシ名言60連発。人生には試合に勝つことや負けることよりも重要なことがある。何かの最高選手に選ばれることは特別で素晴らしいことだ。しかしタイトルがなければ目的は何も達成されない。獲得すべきタイトルは全てか。僕とマラドーナを比べるのは彼に対して失礼だ。100万年経ってもマラドーナの足元にも及ばない。僕はマラドーナ2世じゃない、メッシだ。早い時間に始めて遅くまで残っていた。来る日も来る日も来る年も来る年も、一夜にして成功するのに17年と114日もかかったよ。チームメイトにはいい仲間であったと記憶され、一緒にプレーした仲間とは友人でありたい。ワールドカップで優勝できるなら2年間はバロンドールを辞退してもいい。個人的な話をすれば、自分が何をしたのか、自分のキャリアの中で何を成し遂げてきたのかを完全に理解するのは引退してからだと思う。勝者になりたいという願いが成功することによって自分の妨げになってはならない。どんなスポーツ選手にも向上する余地はある。夢を叶えるためには戦わなければならない。犠牲を払い、できる限りの努力をしなければならない。時計製造のような厳密さと精密さなしには、サッカーにおける才能と優雅さには何の意味もない。僕が心配しているのは、世界一の選手かというより、自分が良い人であるかどうか。本当に愛していることのためなら、どんな人でも乗り越えられる。サッカーは世界で最初のスポーツ、全ての大陸を最も魅了するスポーツだ。もしなんでそうなるのかというと、それはいつも強いチームが勝つわけじゃないからだ。私はプレーについて考えたり、思い描くことはない。その瞬間にひらめいたことをする。直感だ。いつもそうだった。サッカーをプレーするにあたって僕には2つの問題がある。1つは左足、もう1つは右足だ。僕には最高の肉体も最高のヘアスタイルも必要じゃない。僕はただボールをもらえれば僕が何をできるか見せられるんだ。サッカーは無宗教か応援しない人、信じない人がいない唯一の宗教だ。シーズンが始まる時の目標はチームが優勝することであり、個人記録はあまり重要でない。私にとって大切なことは相手に対してのリスペクト、謙虚さ、自己犠牲の気持ちです。アルゼンチンはメッシだけのチームじゃない。私の職業はサッカー選手だ。それが私の好きなことなんだ。攻撃の選手は試合の勝敗を決める。ディフェンスの選手は大会の勝敗を決めるんだ。ブラジル相手であろうと、他の誰であろうと、ゴールを決めるのは最高さ。僕はサッカーを愛してる。一番大切なのは自分の家族だけど、サッカー抜きでは自分を見失ってしまうよ。ワールドカップには出場しなければならない。ワールドカップでは何が起きても不思議じゃないからね。クリスティアーノ・ロナウドより自分が上かどうかなんてどうでもいい。それよりバルセロナがマドリードより上かどうかだ。常に勝つことはできない。時にはそのことを受け入れなければならない。人生には試合に勝つことや負けることよりも重要なことがある。選手より自分たちの方が重要だと思っているコーチもいる。そんな時は問題なんだ。幸せそうに笑っている子供を見ることほど心が満たされるものはないよ。僕ができることは何だってするようにしているんだ。サインをするだけであってもね。子供の笑顔は世界中の全てのお金よりも価値があると思うよ。テクニックで圧倒し、相手を置き去りにしろ。今日、私は世界で最も幸せな男だ。息子が生まれた。この贈り物を神に感謝します。僕は生まれながらの天才ではない。努力の人間なんだ。私は親善試合であろうと、勝ち点を奪うための試合であろうと、決勝戦であろうと、どんなゲームでも同じようにプレーをする。常に最善を尽くすんだ。まずチームのために、そして自分自身のために、ファンのために、そして勝つために。ゴールがあるから蹴るんじゃない。僕が蹴るからゴールがあるんだ。私としては人々の生活、特に問題を抱えている世界中の子供たちの生活をもっと耐えられるものにするために威力を尽くしています。乗るべき列車は一度しか通らない。マラドーナと比較されるのは惨事だけれど、他でもない自分がまだそれを受け入れることはできない。彼は代表チームのためにとてつもないことをした。僕はどんな選手でもワールドカップを優勝するまで名選手とみなすことはできないと思う。ワールドカップで最も優勝しているのはブラジルだけど、そんなの今だけだよ。実際のところはずっとバルセロナにとどまり、
この地で自分のキャリアを最後まで見届けるというのが私の考えでした。私がいつも言っているように、将来何が起こるかは分かりませんが、自分で決められるのであれば残りのキャリアもバルセロナに留まります。引退後は今までできなかったことは全てやってみたいと思う。だけどそれはバルセロナでなのかロサリオでなのかは全く見当がつかないが、何をすればいいのかわからないね。努力や意志、そして強い信念さえあればこの世に不可能など存在しない。友情というのは一緒に過ごした時間の上に成り立つものだ。守りたければ攻めなければいけない。僕はまだ浮いている。成し遂げるべき目的、満たすべき空気がまだ僕の中にはある。訪れる全てのチャンスを上手に利用しないといけない。僕は目の前にある全てのものに全力を注ぎたい。人生における多くのチャンスを経験できる幸運を持っている。そのチャンスは勉強できること、自分自身を成長できること、教養を身につけること、お金でモチベーションが高まることはありません。お金は私をワクワクさせませんし、お金持ちになったからといってプレーが良くなることもありません。私はただボールをもらってプレーすることが幸せなんです。僕はサッカー以外のことも考えている。僕の家族を持つこと、僕の家族は父と母が作り上げた。とてもまとまっているし、それぞれが幸せに過ごしている。喜びや悲しみも家族みんなで分かち合っている。年齢は重ねているけど、シーズンが始まるたびに前の年よりも気分が良いんだ。フィジカルレベルではそう感じているね。40歳までできるか、まあ見てみよう。怖がらずにドリブルしてシュートを打てばいい。なぜならここに俺がいるから。背番号10は僕が以前よりも大きな責任を負う立場になったことを意味している。試合に集中することが僕たちの仕事。もちろんプレッシャーはあったし怖さはあったよ。この年で最初のワールドカップに出られるなんて夢のようだ。ホセ・ペケルマン監督の最終的なリストはまだ発表されてないけど、もし選ばれたらたっぷり楽しみたい。ゴールを決めるのは難しいし、決めたら決めたで高くつくからね。次を期待されてさ、努力は必ず報われる。違うだろ、報われるまで努力するんだ。